どうも、伊藤充です。今日はですね、3月のカフェバードンナの限定スイーツ、いちごとアールグレーのチーズケーキをご紹介したいと思います。はい、ということで頼りない感じで始まってきましたが、いちごとアールグレーのチーズケーキを作っていきます。こちらですね、インスタグラムでね、上がってるのを見てそのまま送ってみようかなということで、やってるんですけれども、混ぜるだけでね結構いけるそうな感じだったので、やってみようかなと思いました。まずね、このクッキーを土台作りですね。クッキーは、マリーですかね。やっぱり、王道ですよね。マリーがどこでも売ってますしね、いいかなと思います。バター混ぜて敷き詰めていくんですが、このゼラチンね、後で使います。ゼラチンのふやかし方もなんかあるみたいですけどね、本当は氷水でやる方がいいとかあるそうなんですが、ちょっとその辺はこう曖昧な感じでやらして持ってますけれども、このギリシャヨーグルトを使うっていうのはねすごいですよね。ギリシャヨーグルトって昔なかったですよね。全然僕スーパーに売ってるって知らなかったですもん、最近までね。もう普通のヨーグルトしかないかなと思ってましたけれども、アールグレーのね茶葉も、何でもいいですよ。これは何でも大丈夫ですよ。コンビニとかでティーバッグのやつをね、袋開けてやるのが一番いいそうですけどね。はい。そして出来上がったものを敷き詰めて、いちごを並べて冷蔵庫で冷やして完成ですね。はい、ということでこちらが完成したいちごとアールグレーのチーズケーキでございます。見た目がねまだあんまりよろしきれいじゃないですよね。ちょっとね40点といったところでしょうか。ここからちょっとね、見た目も綺麗になっていくようにやっていきたいなと思うんですが、とりあえず実食ということで、味はいいんじゃないですかね。結構あっさりしてて、アールグレーがもうちょっとあってもいいかな。アールグレーの感じが、そうですね、もしかしたらちょっとアールグレーのリキュールとか入れても悪くなかったかもしれませんね。はい、ということでいかがだったでしょうか。3月限定のいちごとアールグレーのケーキとなっておりますので、気になった方はぜひカフェバードンナまでご連絡ください。ということで本日はここまででございます。どうもありがとうございました。